旭川市からプラスチック製容器包装の分別収集についてのお知らせです。旭川市でのプラスチック製容器包装の分別収集は平成18年6月から始まりました。現在は毎年約5700トンのプラスチック製容器包装を収集しており、荷物を運ぶのに使うパレットやカバンの中敷き、絨毯などの製品にリサイクルされています。容器包装リサイクル法で住民はゴミの分別、市町村は分別収集、事業者は最小品化とそれぞれの立場でリサイクルの役割を担うことで容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務付けていきます。容器包装リサイクル法では商品を販売する際に入れていた容器や包んでいた包装で商品を出した後に不要になるものをリサイクルの対象としていますので、ストローやフォーク、食品用密閉容器など容器包装以外の商品そのものはプラスチック製であってもプラスチック製容器包装の対象ではありません。市民の皆さんが分別しゴミステーションに出していただいたプラスチック製容器包装はここ中間処理施設リプラファクトリーに運び込まれます。はじめに袋を破り、中身を出し、不適物を手作業で取り除く作業をしています。ハサミや包丁、カミソリ、割れ物などの危険物が入っていると、作業員が怪我をする恐れがありますので、絶対に入れないでください。先ほどご覧いただいた手選別作業の工程が終わった資源は圧縮機で圧縮され梱包して重さ約300キロのベールという大きな塊にして最小品化事業者へ引き渡しています。こちらをご覧ください。これらはプラスチック製容器包装の中に誤って混入されていた不適物です。紙製容器包装や空き缶などのものは毎日のように混入されていますが、中にはポットやヘッドライト、ガスボンベ、刃物などの危険物も混入されていることもあります。最近は特にモバイルバッテリーや電子タバコのバッテリーの混入が多く、施設で袋を機械で破く際に発火発煙してしまう事故が多発しております。モバイルバッテリーなどの充電池は衝撃に弱く発火しやすいという特徴があり大変危険です。絶対にプラスチック製容器包装ゴミには入れないでください。不要となった充電式電池はホームセンターや電気店などの小型充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。最後に旭川市からのプラスチック製容器包装を出す時のお願いですが、汚れがついているとリサイクルの支障となりますので水ですすぐか拭き取ってください。どれくらいきれいにするかというと、すすいだ後に油膜が残っている程度は大丈夫です。また小さい袋を大きい袋にまとめて入れてしまう二重袋でゴミを出してしまうと、中間処理で袋を機械で破くときに中の小さい袋まで破くことができず、作業員が一つ一つ手で破くことになります。作業の支障となってしまいます。大きい袋に直接入れるか、大きいゴミ袋に小袋を入れるときは中の小袋は縛らずに入れるようご協力をお願いします。また先ほども申し上げましたが、
モバイルバッテリーなどの充電池は衝撃に弱く発火しやすいという特徴があり大変危険です。現在も火災事故が発生しています。職員の発見が早く大きな火災につながることは今のところはないですが、火災を未然に防ぐためにも市民の皆様のご協力が不可欠です。絶対にプラスチック製容器包装ごみには入れないでください。不要となった充電式電池はホームセンターや電気店などの小型充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。モバイルバッテリーの他にもライター、スプレー缶などの混入は施設の火災及び爆破事故の原因になります。また中間処理施設では手作業で異物を取り除いているため、ハサミや包丁などの刃物も選別している職員の事故につながります。今後も分別ルールを守って排出していただきますようお願いいたします。プラスチック製容器包装と他のゴミとの分別区分には仕分けは難しいかと思われます。ご家庭にあるゴミカレンダーを参考に分別してください。それでも分別のルールに迷うことがあれば旭川市環境部にお問い合わせください。旭川市ファミリーサポートセンターから会員募集についてのお知らせです。旭川市には旭川市ファミリーサポートセンターと上川中部子ども緊急サポネットというお子さんをお預かりする2つのサービスがあります。どちらも子育ての手助けをしてほしい方と子育てのお手伝いをしたい方が会員となり、会員同士で子育てを支え合う子育てのサポート事業です。ファミリーサポートセンターは保育園や幼稚園などの送迎を行ったり、小学校、放課後児童クラブ終了後や保護者の仕事や用事の時など幅広い場面でお子さんをお預かりします。一方、子ども緊急サポネットではお子さんの急な発熱で仕事を休めない時や急な用事が入った場合などの突発的なニーズに対応します。どちらのサービスも利用料金がかかりますが、料金の一部を旭川市が助成します。ファミリーサポートセンターと子ども緊急サポネットの利用には事前に会員登録が必要です。会員登録については旭川市神楽2条8丁目にある旭川 NPO サポートセンターで行っております。またお子さんを預けたい会員の方だけではなく、お子さんを預かってくださる会員の方も募集しています。会員登録やご利用についてのお問い合わせは旭川市子ども総合相談センターまたは旭川 NPO サポートセンターまでご連絡ください。すぐに必要がなくても登録しておくと安心なサービスです。ぜひご利用ください。JR 旭川駅の構内に新たに旭川家具を展示するラウンジが誕生し、8日オープニングセレモニーが開催されました。これは旭川の地域産業である家具を駅の中に展示することで、産地とブランドの発信力向上につなげようとする取り組みです。構内には椅子やテーブルなど各メーカーが販売する95点が展示され、実際に座って休憩することもできます。オープニングセレモニーには家具メーカーの経営者をはじめ、観光、行政の関係者など多くの人が参加しました。ものづくりの街旭川という印象を駅に降りた方に最初に実感をしていただける、そんな素晴らしい空間になるのではないかと考えているところでございます。ぜひとも皆様方にもいろんな機会にこの素晴らしい空間を PR をしていただいてですね、いろんな方々にさらに知っていただくことができるような、そんな取り組みを一緒に進めていくことができればと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。どうぞ。
旭川家具工業協同組合の渡辺直之代表理事は、より多くの人々に旭川家具の魅力を知ってもらいたいと話していました。5月9日水曜日、旭川市総合庁舎で旭大生の新入幕を祝う懸垂幕が掲げられました。これは旭川市出身の力士旭大生が大相撲5月場所の番付発表で新入幕を果たした記念に行われたものです。旭大生は2008年初場所で土俵を踏んで以来、およそ10年間の努力を経て幕内に昇進しました。26年ぶりとなる道内出身の幕内力士誕生に、西川雅人旭川市長は、旭大生の名のように旭川の大きな希望の星として、今後も多くの方々に夢と感動を与えていくことを期待していますと祝福のコメントを発表しています。この度旭大生関が北海道においては26年ぶりの新入幕ということ、旭川市においても約50年ぶりの新入幕ということでもありましたので、お祝いする思いで懸垂幕を掲示させていただきました。初場所からですね、平成20年ということをお聞きしておりますので、約10年かけて本当に血の滲むような努力の結果ここまで来られたということで、本当に素晴らしいことだと思っております。いよいよ次から前頭としてですね、場所に臨むわけでございますので、ぜひ怪我に注意されながら大活躍をされて、幕内力士としてより高いところに向けてですね、ご検討いただければと思っております。旭川の力、旭川市民と合わせて応援をし続けていきたいと思います。旭大生は5月13日日曜日の大相撲5月場所で幕内力士として初の取り組みが予定されています。